発達障害という才能を伸ばす。どうも、発達障害カウンセラーのカズキです。本日は、発達障害を持った人同士の結婚というのは地獄なのか天国なのかということについてお話しいたします。ASD、アスペルガや ADHD なんかを持っていますと、それらを持った当事者の方同士で付き合う、結婚するということがとても多いですね。実際これは僕の周りでもそうですし、体感的にもあって、まあ、よく言えば変わり者同士気が合うわけですよ。とはいえ、発達障害持っているとトラブルが絶えないというのも確かです。それこそカサンドラであるとかモラハラなんていう言葉が絶えないのも事実となった場合、やっぱりじゃあ発達障害を持った人同士は結婚しない方がいいのかなんてことになってしまいますので、今回は発達障害の人同士が結婚することによる良い点と悪い点、そしてそれらを良くしていくにはどうすればいいのということをお話ししていきます。この動画を見ていただきましたら、あなたがより生きやすくなる方法というのはね、分かっていきますので、ぜひ最後までご覧ください。というわけで、まずは発達同士が良い点についてお話します。これまず一つ目が相性が良いということですね。本当に気が合うんですよね。別にこれは ASD 同士とか ADHD 同士とかじゃなくても ADHD と ASD なんだろう、めちゃくちゃ合います。実際僕の周りのカップルなんかでも ADHD と ASD やっぱ多いんですよね。まあ、考えてみたらわかるのですが、ひたすら喋りまくる多動 ADHD と科目で聞き役の ASD、 なんとなく凹凸がフィットするのわかりません？もちろん多動の ADHD 同士で好き勝手相手の話聞かずに喋りまくるとか、まあ、いろんな形はありますが、仲良くなりやすいのも事実ですので、友達の関係から意気投合してお付き合いをし、そのまま結婚に至る方は少なくありません。そして2つ目のいい点というのが理解しやすいということです。お互い発達障害というのを持っているという前提ですので、全く知識のない人と比べたら相手のことを組みやすいですよね。もちろん前提として相手を理解する気持ちがあるのかとか、相手の特性を理解しようとしてるのかっていうのは大切ですけれども、結婚してる途中で発達障害であることが分かって夫にカミングアウトしなければいけないなんていう状況に比べたら、理解のハードルというのは低いですよね。例えば具体的に言うのであれば、 ADHD の人が家事育児がうまくできないなんてなった場合、多くの場合はなんでこんなこともできないんだって言って怒られたりとか罵声を浴びるなんてこと結構あります。発達障害っていうのは能力の凹凸なので、頑張っても難しいことは難しいんですね。ただそれを理解されずに、多くの低型発達、つまり発達障害を持っていない人というのは甘えとか努力不足で認識に取られてしまいます。ただやっぱり発達障害を持った方同士でしたら、お互い工夫しようとか支え合おうっていうスタートラインに立ちやすいですので、相手のこだわりが強くて変なルーティンやってたとしても、まあ、こんなもんだよねって流してあげることできますし、掃除が苦手なのであれば一緒に分担してすることできるじゃないですか。もちろん今言ったことが発達障害を持った夫婦で全員が全員できるかって言ったら全員ではないとは思いますが、それをしようという意思がお互いにあるのであれば、そこへのハードルというのは低いので、発達障害を持った同士の結婚というのはとてもいいわけです。ただ今のお話を聞いて、ふざけんじゃねえよと、そんな甘いもんじゃねえと、むしろこっちは困ってんだ、なめんじゃねえぞってね、こう声が飛んできそうな感じですので、次に発達夫婦の悪い点についてお話しします。これまず一つ目が我の強さですね。こだわりや自己主張なんてのが強くて、相手の考えを柔軟に受け入れられなくぶつかってしまうってことが多々あります。そう、発達障害といえばこだわりの強さですよね。例えばよく聞くのが、旦那さんは自分の好きなことを好きにやって家事育児は全く手をつけない、奥さんに任せっぱなしなんていう風になってしまうことありますし、奥さんの方は悩みも聞いてくれない、理解もしてくれようとしないって悩んで鬱になる、カサンドラになってしまうなんてこともよく言われます。繰り返しにはなるのですが、理解しやすいのがいいことだよと言いましたが、それはお互いが理解しようとする意識があってのことなので、家庭を顧みない人、自分のことばかりの人と結婚してしまいますと痛い目を見てしまいます。そして2つ目の悪い点が崩壊の危機にあるということです。結局ぶつかり続けると、いろいろ家庭内おかしくなってしまいます。
例えば旦那さんなんかは奥さんに家事育児全部任せっきりで、自分は好きなご飯を勝手に適当に済ます。で、奥さんは奥さんで家のこと全然できなくて頑張ってるんだけども、家ごちゃごちゃで子供が面倒見られない。家族であるにもかかわらず自分の部屋にこもってる旦那とぐちゃぐちゃのゴミ屋敷、生活の質は下がり子供もそこで苦しむなんてことになったら、まあみんな不幸せですよね。ちなみに今の例に挙げたモラハラ親父に家事育児できない母親プラス母親はいつも外に出ていてネグレクト状態だったのが僕の家なので、実際問題子供の立場としてとても苦しみました。ぜひお子さんだけは大切にしていただければななんて思いますので、対策というのを打っていただきたいんですね。具体的な対策というのは公式 LINE で限定の対策動画を作りましたので、ぜひそちらをご覧になってください。動画説明欄の公式 LINE に登録をしていただき、発達夫婦というワードを打っていただきますと対策動画を見ることができます。ただ LINE 持ってないよという方のためにぜひここで一つだけ対策なんかをお話しさせていただきますと、もしコミュニケーションで困っているという夫婦でいらっしゃいましたら、第三者を交えてコミュニケーションを図るというのを意識してみてください。正直なところ2人だけで何かを解決しようっていうのは無理です。だって感情が入るが、私だって大変、いや俺だってっても収拾つかないんですね。そんな喧嘩するなら別れりゃいいじゃんっていう話ですが、まあ、子供がいるから離婚できないななんて方もいらっしゃるじゃないですか。だからこそお互いにとってフェアな友人であるとかカウンセラーなんかにちゃんと相談をしてみてください。もちろんこれは僕にじゃあ相談してくださいねっていう話じゃなくて、僕でなくてもいいので発達障害とか夫婦カウンセリングなんかができる方にお願いをして、お互いの妥協点というのを見つけていってください。それでもお互い納得できなくてバチバチにぶつかり合ってるという場合は、もうお互い許せないモードに入っているので、それはそれで別の対処が必要になってくるのですが、とにもかくにも2人だけで解決しようとするのでなく、素直に誰かの力を頼ってみてください。そうすれば意外と簡単に収まるなんてことがよくあります。そしてもっと詳しく知りたいなという方は繰り返しになりますが、公式 LINE の限定動画をご覧ください。僕は普段このようにあなたの人生がより良くなるような動画というのを投稿しております。さらに多くの人が幸せになりますように、この動画の拡散およびいいねボタンとチャンネル登録をお願いします。本来愛し合った2人が喧嘩するというのはとても辛いものですし、それを見ているお子さんというのもより辛いです。少しでも早くまた関係が修復できるように先手先手で手を打っていってください。あなたの幸せこれより応援しております。以上、和樹でした。